千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は親知らずの抜歯は大学病院で抜いた方がいいのかという質問にお答えいたします。もちろん大学病院なら間違いなく専門医という感じで口腔外科に行くことになると思いますので、親知らずを抜くことは普通に本来やってることなので、日常をやってることなので心配ないと思います。ただ一般開業医でも普通に口腔外科と掲げているところでは、ある程度よほど大変な親知らずでない限り普通に抜くことは可能だと思います。やはり治療を受けている先生に抜歯も一緒にという方が気が楽だと思いますし、また逆にそれは専門医にお願いしますという方もいますので、もしも大学病院で抜きたいという希望があれば、もちろん紹介状は書きますので、その辺も例えば口腔外科と掲げてある、例えば当院のような口腔外科の看板のあるところに行くと歯を抜かれるんじゃないかと心配する方も少なくないですが、無理やり抜くこともないですし、大学病院で抜きたいという希望があれば、もちろんそれは紹介状を書いてしっかりと対処しますので、その辺の不安も全部お話しください。ご相談お待ちしております。